はい、皆さんこんにちは、あちでございます。陳慶さんで三国志天のパート8ですね、やっていきたいと思います。ここどこかな、あ、慶陽ですね。慶陽でね、法隆さんを見つけてですね、仲良くなりたいよと。ちょっとね、武漢をね、仲間にしてね、ちょっと治安がね、今ね、あれでしたもんね、出てる間にね、お出かけしてる間にですね、なんていうんですか、反乱が起きましてね、ちょっと街がね、えらいことになって、帰るの怖いんですよね、本当にね。はい、親しくなってるんですけども、まだ好意から信頼までいってませんね。おう、あらら、ちょっと冗談でしょ、入れないの、いえ、最悪だなこれ、移動もできないの、最悪だわ。じゃあ霊流行こう。誰かいないかい、誰かいないかい、あ、誰かいないな、誰かいないかい、あ、いないな、これは困った。あ、流氷軍に抑えられましたね。さて、あら、あ、また人が増えてるわ。あーはは、ちょっと待てよ、おい、どんだけ、この人誰、どんな人、食感の真、大衆自中を歴任した後長水行為となるが、現職に不満を漏らしたため流刑となると。流刑先で諸葛亮の死を知って涙した。あー、なんかこんな人いたな。この人も文官ですね、商業か、まあ、でもいないよりはいた方がいいですね。はい、ですね、あと、流壁か、黄金族ですね。あらら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 、ちょあの人いなくなっちゃった。どうなんだろう、せっかくあそこまで行ったのにね。どうすりゃいいんだい、どうすりゃいいんだい。あら、どっか行っちゃった。あ、行っちゃったか、行為になっちゃったでしょ。なんか流氷にやられちゃった。どうなる、どうなったのだい、何か用かなと。こう、ちょっと参ったな、参っちゃったな。談話を両立と繰り返しまして、この人も一つにまとまない人だな。いい加減登用されなさいと。ダメか、もう一箇所にまとまらない人だ。うろちょろうろちょろする人だね、この人。かなり親しくなったけど、談話しましょう。また今度にしてくれか。来ないね、どこ行ったんだ。もう移動しすぎだわこの人。市場でしょ、今ここ市場でしょ。あ、親密になった、もう工房移動しまくりだこの人。あ、もういい加減登用してくれと説得しましょう。でもなんか嫌な予感がする。なんもないわこの人。魅力25か、低いな、商業専用部隊だな。まあでもこれ勝てるでしょうね。はい、集中
集中か、集中しましょう。ああ、ええのできたな。直しましたよと。ロックでいけるかな。あ、押せたわ。あ、勝ったね。なんとなく分かってきましたね。あ、タイになりましたね。5勝5敗でね。さて、もうここには誰もいないでね、行ったとこといえばここと思って霊寮でいいのかな。霊寮かな。あ、いないや。あ、いないね、いないね。あー、じゃあね、何回、いや、ここはね、何回じゃなくて今霊寮にいるでしょ。考え、調査にね、調査に。あー、またなんか出てら。あー、流氷がえらい頑張ってるな。孫権とやり合ってくれるとね、いいんですけどね。あ、違うや、ここじゃないよね。あ、龍騎さんか、挨拶だけしときましょうか。龍騎さん、飛んじゃ。あ、シロ、この人、三国志3か4ぐらいで劉備の配下にいた人ですよね。ねえ、しょっぱな劉備の配下にいたんだよね、その軍友割拠の前のね、劉備がちょっと外に出だす頃ね。あ、ホーリーさんいたわ。で、結構ね、文官かな。あ、バランスのいい人でしたよね。私好きですよね、あの人ね。あ、ホーリーさんどこだ。あ、遺跡さんだわ。遺跡さんね。あ、遺跡さんいいよ、別に。遺跡さんもいい人だけどね。あ、町外まで出てきちゃった。あ、もう談話でね、生涯さんまで出てきたか。どうぞ。あ、友情不断になってら。これちょっと自分の国ほったらかしいなんでね。あ、まだ反乱できちゃった。あ、やばい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 ね、やばいね、ちょっとやばいね。あら、あー、やばいな。どこ行ったい。あ、町外ね、仲間なってこないかな、もうここで。ならないね。ちょっと遊びすぎだと怒られそうです。おいおいおい。いい加減、仲間なってくださいよ。あ、こら。こら、よくないな。ちょっと遺跡さん喋っとこう。あ、会話するだけじゃ日にちは送らないのね。出たダメなのね、これね。ダメね、すまんがか。いっぱいいる人と話をするのは問題ないですよね。鎮急殿ではないかと。いい加減ちょっと。ああ。来ねえや。大した人でもなかったような気がするんだけど、今更なんでね。この人能力見るでしょ。びっくりするよな。ああ、まあね、 CG1 の魅力は病気ですけどね。談話もう一発しましょうか。病気なのか。なあ、ここで動揺を図ったらどうだろう。おお、来てくんないね。ちょっと、あ、やっと親密になった、やっと親密になった。あいつ頼むわ。あ、来た。はい、陣形さん、ちょっとね、で、うわ、ここ抑えられてんのか。あらららら、これ誰誰。還元はいらないっす。ここいないかな。あ、いないや。ということはやっぱあそこか。ここですね。
もう一度。これで来てなかったらちょっと帰ろう。うわ、いないっす。あ、もう帰りましょう。とりあえず一遍帰りましょう。とりあえず一遍帰りましょう。ちょっと2回も反乱起きちゃったんでね。ちょっともう心配ですね。えらいことなってなければいいんですけど、ああ人減ってるし、ああ商業が、おお、あ、8000かかる、あ、開催しておきましょうね。はいはい、あっちゃー、やっちゃいましたね。やっちゃいました。あ、というわけで懲罰、内政で治安ね、治安はね、理解さん、陳能さん、長外さん、統率悪いな。でもいや、内容よりはマシなんでね。で、陳情6も溜まってる。商業もう一度やり直しですね。孫寛さんと、あ、両立さん何ができるんだろう。定権さんね。情報、自制力の武将で、両立さん。この人何できる？あ、商業ね。この人商業しかできないんだわ。ならば、商業もう一回この人入れましょうか。で、親密さんは技術で。痛かったな、この反乱2回は。あ、いいですよと。決済溜まりまくりです。決済貯めるとああなっちゃいますね。はい、取引うまくできましたと。市場の拡大、あ、市場の拡大ね。雲南になんか来たぞ、疫病のため。うわー、あららららららら、ますます治安が、ああ、やっちゃったな。はい。することないですね。特別することはないです。ああ。さあ、治安できる人まだいないでしょ。ああ、病気になっちゃった。これはつらいな。商業。うん、元春は何もできない人ですね。親密は別で、陳能は何もせんでよしということで、で内政で治安ですね。陳能と、長外、で内政で技術でこうですね。定権さんら休ませちゃいましょう、休ませましょうね。あいたた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 。なんでここで人材登用したいけど、まだ在野の人いないね。あ、関与はそうそうか、そうそうに喧嘩打ってもいいけどね、やめときましょう。あーと、これは非常にまずいですね。兵力がまた上がりました。内政で治安。あ、理解さん、あ、理解さん、あ、理解さんはいないとダメだわ。理解さんいないとダメですね。で、人材の登用で。あの人はどこ行ったんだろうね。城、あ、遺跡。いや、この人らはね、あ、陳東が落ちてますけどね。陳東さんいいでしょ、別にね。陳東さんは別にいいですわ。うん。いや、誰もいないな。というわけなので、商業、孫寛、両立さんと、病気の人は休ませましょう。陳情がまだ収まらないので、決済しておきましょうね。商人に投資です。当たりました。
たね。次は治水、あ、治水なんでね、治水はあらら失敗しちゃいました。町外が上がりましたね。出世しました。珍能ね、あの顔がね、珍能の顔がもうダメですよね。ダメを物語ってる顔ですね。京丹が病気か、誰いける。元春さんは何もできない人なんでね、あ、元春さん何もできない人なんでいいでしょう。で、私は決済は残りをやっときましょうね。治安を上げましょう。ねえ、これ偉いこっちゃで、偉いこっちゃですね。人材、あ、探索じゃない、探索じゃない、あ、捜索ですね。あ、捜索ね。京丹ダメでしょ。孫官使いたいな。美塾さんあたりで、で東洋で、ね、私が知り合った人たちはどこ行ったんでしょうね。仕方がないので、課金か、課金はダメだな。周宗さんどのものも無理ですね。じゃあね、じゃあですね、誰が何できるかな。あ、理解さんか。孫官と理解さんなんで、商業を孫官で、理解さんを、治安ですね。さあ、決済がまだ減りません。人口も減ったんでね、人口も減ったんでね。親密と両立か。この2人は相変わらず技術と、わ、治安がダメだわ、治安がダメだな。ちょっと止めよう。人材投与に回そう。巨星さん、もっと定権で行ってみるか。あ、定権でって言ってたな。定権病気だけど頑張ってください。よし、流暢的に回しますけどもね。周宗さん、あ、ほんまに、あ、じゃあ両立さんで頑張っていただきましょう。じゃあこれで私は決済を、あ、行きましたね。元春さんか。ちょっとね、治安を上げるまではね、治安を上げるまではね、ちょっと治安を上げるまでは何もできない。褒美、心の悪いな。あ、時間また来ちゃいましたね。じゃあね、この辺で、陳慶さんで三国志展パート8ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。